アロマは、ラブラドールレトリバーのメスの盲導犬。2001年3月31日、福岡県大野城市にある繁殖ボランティアの家庭で誕生した。アロマの名前は、かつて福岡盲導犬協会から、厚労犬に認定された同名の祖母に似ているとのことから名付けられた。2001年5月に、鹿児島県のパピーウォーカーの家庭に引き取られて育った。あと、2002年5月に、 福岡盲導犬協会に移り訓練を実施、同年11月17日に行われた、長崎ライオンズクラブ設立45周年記念式典において、視覚障害者である演歌歌手の岸川美氏に対応された。2003年1月16日に、佐賀県嬉市の町からアロマに特別住民票が交付された。人間以外への交付は、これが日本初となる。当時の町長、 谷口太一郎は、町民に一生を尽くす盲導犬は、町民と同様だと思う。生き物や動物を大切にする心を町民により、育んでもらうためにも、喜んで町民と認定することにしたと話している。2003年6月16日より、アロマと飼い主の岸川夫妻は、盲導犬普及へ向けた活動と2002年10月1日に、施行された。 身体障害者補助権法の周知のため、47都道府県の庁舎を表敬訪問する約2ヶ月間の旅を観光した。また翌二2004年の6月16日からは約4ヶ月をかけて佐賀県の49市町村をめぐり各市長と面会した。2011年5月16日に行われた引退式をもって8年半の務めを終え、同日に 九州盲導犬協会から功労犬として表彰された。引退後は、鹿児島県のパピーウォーカーの元へ戻って、余生を過ごし、2012年10月2日に移民した。岸川美代らによる前日の全国アンギャーの中で、庁舎の表敬訪問と並行して、各地で該当募金を実施したところ多くの募金が寄せられたことから、本格的に募金活動を行うため、 岸川美代氏を代表者とする組織盲導犬育成支援の会アロマ基金が設立された。2006年には NPO 法人化している。盲導犬に対する理解や身体、障害者補助犬法の広報を目的とした行政機関、学校、ボランティア団体などへの訪問や盲導犬の贈呈、育成のための資金を集める募金などを主な活動内容としている。 こうした取り組みが評価され、2008年にはアロマ基金が第2回佐賀県ユニバーサルデザイン大賞の優秀賞を受賞した。2011年5月時点までに10頭の盲導犬がアロマ基金から視覚障害者へ送られている。2012年12月15日をもって生産欠量となった。私の名前はアロマデス盲導犬育成支援の会。 アロマ基金に関するカテゴリー、ありがとうございます。